うん、これ取れてるよね、でもね。うん、ちょっと。お前、何固まってんの、お前、それ。ダメだよ、それじゃ。ヘアメイクしてもいいっすか。そうじゃなくて、自然なところを取らなくちゃいけないんだから、固まっちゃダメでしょ。はい、これ自然にこう、やってて、はい、で、それをこれを、こう、取るわけよ。この、なんていうか、にわか笑いもダメだし、はい、うんうん、もっと普通に自然に振る舞って、はい、今ここに来たみたいなところで撮ってて、それを出すんだからさ。あ、でも了解です。そうだからいきなりだったのびっくりしました。いやいや、それはダメ。いや、いきなりとお前、そんなお前、俳優がいきなりでびっくりして、あの、ダメって、それダメでしょ、全然。そうです、ダメです、もう俺は。あれ、名前なんつうの。水原貴盛です。よし、じゃあちょっとそれでここまでで、あ、これで撮れてる。で、テレビが好きなことについて。はい。うん。やっぱりあれですよ、やっぱり僕たちに、やっぱり夢と希望を与えてくれる存在でずっとありました。うん。これからのテレビは、やっぱり夢と希望と、もうあとは笑いとか楽しみとか、楽しい情報をいろいろ発信してくれる、魔法のメディアでやり続けると思います。よくわかんないな。子供の頃好きだった番組、例えばドラえもんとかこっち亀から始まりまして、うん、ロンバケとか若者のすべてとか、え、もう一回言って。ロングバケーションとか。その前何でした。若者のすべてとか。え、それいつやってた。若者のすべては僕は小学校6年生の時やってました。え、1900何年。1993年です。え、4年ですね。誰が出てたんですか。木村拓哉、萩原雅人、武田真治、鈴木杏樹、深津絵里、大沢たかおと今をときめく多数のもう人気俳優たちがたくさん出演していた、豪華ドラマでした、そういう人たちが23歳の時の、もう青春群像劇です。それを見て感動してみたいな感じ。それ見てすっごい感動しましたね。